うも、けんすいです。はい、今回僕はですね、今刑務所の前で動画を撮っているんですけど、どうしてここにいるかと言いますと、とりあえず皆さんこちらの映像を見てください。こっち、ズンドクドン、ズンドクドン、ズンドクドンドンドン、ズンドクドン、いないよなお兄ちゃん、ズンドクドン、ズンドクドン、ズンドクドンドンドン、ズンドクドン、ズンドクドン、ズンドクドンドンドン、ポー、オレンジのものにしてやるぜ、チケラ、ズンドクドン、ズンドクドン、ズンドクドンドンドン。はい、こんな感じでね、ケナ太郎が僕のパソコンを盗みました。ということで今日は日常的にいたずらをするケナ太郎をね、逮捕する動画なんですけど、今日はね、ただの監獄動画ではありません。とよいしょー。ってことで本日の企画は、弟を都市伝説しかいない刑務所にぶち込むドッキリー。よいしょー。はい、皆さん、今日はケナソユ改めてヘロブライン監修になりました。ということでこの刑務所の中でね、ちょっと見ていきましょうか。都市伝説しかいない刑務所になります、こちら。はい、中に入ると一旦クリエイティブしますね。危ないんで、ここの中の人らは。はい、皆さん見てください。あ、いた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 、ここ、都市伝説ピラミッドヘッド、じゃーん。そして次に都市伝説シャイガイ、じゃーん。見てください、泣いてるの、恥ずかしがってるのか分かんないけど、はい、シャイガイが収容されてます。で、奥に今チラって、あー見えてるけど、外からね見たいと思います。はい、こちら都市伝説ミュータントスティーブ、あー、いるいるいる、ちょっとでかいんだよなあいつ、顔も怖いし。はい、こんな感じで刑務所の中にはね、すでにたくさんの都市伝説キャラたちが収監されています。この刑務所にケナ太郎もね収監したら、一体ね、都市伝説大好きなケナ太郎はどんなリアクションをするのか見ていきたいと思います。皆さん、夏休み中にチャンネル登録者17万人目指してます。みんなケナ太郎チャンネル登録お願いします。はい、この動画にね、高評価するのも忘れずに。ってことで早速、都市伝説監獄ドッキリレッツゴー。元大統領です。よーし、じゃあ早速皆さん、ケナ太郎を逮捕していきましょうか。まずはまずケナ太郎の家に行きましょうか。ケナ太郎いるかな。ん、あ、いた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 、待って待って待って、あいつなんか、あれ、あそこにあるのって、待って、俺のゲームじゃね。ちょ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 、はい、皆さん、僕今ヘロブライン監視なんでね、これでケナ太郎を逮捕していきます。ビビるだろうな。つなげました。気づいてない、気づいてない。引っ張ります、引っ張ります。You are my 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 body。 全然引っ張れない、こいつ。なんだ、なんかついてる。ほら、ほら、ほら、誰誰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 。おい、やめろって誰だよお前。おー、びっくりした。見しろ。私はヘロブライン監守。ヘロブライン監守、はい、ヘロブライン監守だ。お前を逮捕しに来た。はい、ヘロブライン家の都市伝説の。ああ、そうだ。なげるげー、おい、なげるげー。え、お前は逮捕だ、今日から。ケナズーか。やばい、もういきなり疑われてんだけど。なんだなんだ、ヘロブライン監守ってなんだ。ヘロブライン監守だ。お前はこのパソコンを盗んだ罪、 PC 窃盗罪と、そしてお前は都市伝説罪になっている。都市伝説罪、なんですかそれ。見るからに都市伝説だからな。都市伝説のやつが捕まるんだよ。都市伝説を収容してる刑務所があるんですか。おお、話が早いな。お前はケナスイだろ。ヘロブライン監視だ。声は変えてるとはいえ、ケナスイだろ。違うぞ。なんでヘロブライン監視って、なんでヘロブラインが監視やってんだよ。お前も捕まる側なら都市伝説なんだから。私は都市伝説を全てを統率している。私が管理していると言っても過言ではない。じゃあ俺、人間ってことを証明すればいいの。いや、お前は都市伝説認定された、さっき。いや、人間だから。俺だって TikTok とかよく見るよ。ほら、都市伝説 TikTok 見ないだろ。ヘイブーギウギベンベン、レッツゴー、うるさい、やめろ。そんな踊るな、都市伝説が。なんでだよ。クソ都市伝説、クソ都市伝説、言い過ぎだろ。クソ都市伝説、おい、おい、クソ都市伝説。お前の都市伝説ナンバーは155だ。155ナンバー155だ。155、意味あるんですか155には。ちなみに私の都市伝説ナンバーはナンバー001だ。うわー、いいなー。俺の前に154人もいるのか、都市伝説が。さあ、ついてこい。で、今日は都市伝説刑務所に捕まればいいの。なんだ、今日終わって。今日って、ケナスイだろ。違う、ヘロブライン監守だ。本当にケナスイじゃないの。ああ、なぜ信じない。じゃあやだ、動画じゃないんじゃ。やあ、さあ、お前は逃げれないぞ。やだ、はい、皆さん、連れてけないで。捕まえました。これで収監させようと思います。めちゃくちゃ引きずってます、今。連れてかない、俺はルクライも連れてかないで。
お前は都市伝説認定されるんだから。やばい、引っかかった。よし、足刺しためちゃくちゃ引っかかった。おい、足刺した。確認。おい、都市伝説ナンバー囲碁語。え、俺の、ほら、分かれ、俺の都市伝説名囲碁語なの。囲碁語だ、お前は。囲碁語ダサいよ、ケナ太郎にせせめて。何ですか、いつもと同じ刑務所じゃん、ここ。いや、ここは特別に今都市伝説を収監している都市伝説刑務所。どういうこと、どこに都市伝説なんか。とりあえず入ってもらおう。よいしょ。入れたけど何？よし、そして服も着替えてもらおう。はい、あ、服着替えればいいですか？ああ、服着替えろ。この中に入ってるやつに着替えればいいの？ああ、着替えろ。わかりました、ちょっと待ってください。はい、これでいいですか？よし、着替えたな。今日からお前の名前はイゴゴだ。イゴゴやだーねえ、ダサい、ケナ太郎にして。じゃあ、わかった、都市伝説ナンバー。待って、なんかいたって。ああ、どういうことだから最初に言っただろ、ここは都市伝説刑務所。あらゆる都市伝説を収監している。ここにはピラミッドヘッド。お前の隣の部屋にはシャイガイだったりいるぞ。シャイガイこいつは有名なんじゃないかい。うわ、シャイガイが、あんまり刺激するんじゃないぞ。そいつを刺激するとお前は殺されるかもしれないな。おい、シャイガイ、てめこら、シャイガイ、おい、シャイガイ、てめこら、おい、やめろ。やめてきます。で、後ろの方にはミュータントスティーブがいるはずだから、どうだ。ミュータントスティーブ、え、いませんよ、ミュータントスティーブ。出し忘れたみたいだな。出し忘れた、何ですよ、出し忘れたって。どっかから出してるな、これ絶対。あ、出すのか、出した、卵で、あぁー、カイジさん、よいしょ、カイジさん、こいつめっちゃ俺のこと敵対視してる。うわ、怖い、いたな。ちょっと、めっちゃこっち見てるって。仲良くしてくれよ、お前ら。できないって、こいつ俺のことめっちゃ喧嘩しようとしてきてる。よし、じゃああとは、そうだな、もう紹介するものは紹介したから、この監獄生活楽しむがいい。わかりました、監修。俺、自分が都市伝説ということに気づかず今まで過ごしていたことが恥ずかしいです。自分の罪と向き合って必ずちゃんと人間に戻ってこの刑務所を出ようと思うので、それまでお手数をおかけしますが、僕のこと面倒見てください。よろしくお願いします。今お前人間に戻るって言ったか。はい、人間に戻ります、浄化されて。何を言ってる、人間に戻れないぞお前は。どうしてですか。都市伝説だからだよ。でも完成したいい都市伝説になってここを出ようと思います。ダメだ、それまでお願いします。ダメだ、はい、ダメです、はい、ダメですよ、はい、ダメですよ。もう3日後に死刑が決まった。死刑が決まってた、3日後しかも早いですね。死ぬんですか、僕。ああ、そうだよ、都市伝説としてお前は死ね。言い過ぎだろ、え、いなくなりましたよ、あいつ。あいつはよく脱走するからな。また戻ってくるだろう。わかりました、3日後に死刑、はい、じゃあな。わかりました、はい、残りの数日楽しむがいい。わかりました、よいしょ、行け行け。無理でーし。はい、ってことで皆さん、また刑務所に捕まったと思ったら、今回は横にシャイガイ、そしてあっちの奥にはピラミッドヘッド、都市伝説ピラミッドヘッドとかいうとんでもないやつらがいるところに捕まってしまいました。僕必ず脱獄しようと思います。チャンネル登録、高評価して、ケナ太郎頑張れってコメントしてねー。よし、脱獄するぞ、俺が都市伝説なわけがない。あー、脱獄する方法考えろ。待って、いいこと考えた。ほっ今俺は壁をよじ登れるから、ほっ無理か、くそ、なんとかいい方法ないかな。待って、監視、また俺の手荷物検査するの忘れてるじゃん。ダイナマイトあるよ、これで出ればよくない、普通に壊して。いや、でも待てよ、その前に監視長を、あのヘロブライン監視長を倒さないと、あの人多分銃とか持ってるから、なんとかしてあの監視長を倒す方法を考えたいんだけど。あ、いいこと思いつきました、皆さん。ここで、あのピラミッドヘッドと、このシャイガイの檻をダイナマイトで壊して、この目の前で監視長を殺してもらう。そして自分もそのタイミングで、ダイナマイトを使って檻壊して出る。これなら、監視長も遠くからレスポンして戻ってくるまでの間に逃げれるから完璧だ!よし、今日はその作戦でいきます。あ、ピラミッドヘッド。聞いてるか、ピラミッドヘッド。お前、どっちが頭の正面だ?どっち向いてんだ?これが、こっち向いてる。ピラミッドヘッド、俺が出してあげるからさ、ヘロブライン監視を倒して。そしたら自由の身だよ。息を出すよ。ほっ。これだ。もっとこれだ。よし、これだ。これ出れるんじゃない?これ出れる。あ、次。来るな、俺んとこ。監視!なんだ?監視、脱獄がいます。脱
脱獄案がいます、会社長。なんだなんだ、騒がしいな。会社長、脱獄案がいますよ。何？待って、ピラミッド人が、やばい。捕まえた方がいいですよ、会社長。会社長、会社長、いいんですか、いいんですか、こんな状況を見逃して。なんかの見間違いだよな、絶対に。なんかの見間違い。いや、います、います。会社長、なんでお前会社長のも狙わないんだよ。な、肉あげるから、肉、肉あげるからさ、お前。よし、装備万端、お前は処分する。え、よし、弱、大したことなかったな、ピラミッドヘッド。こうなったら、あ、やばい、持ってんのバレた。やばい、なんか今持ってたな、お前。いやいや、違います、違います。ほら、そして、出てこい、出てこい、災害、お前何をしてる、災害、出てこい、災害、おい、災害が起きた、災害が起きた。お前やってくれたな。おい、戦えよ、監視を、災害と。俺は遠くから見とくからな。おい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 、とんでもないことしたぞ、お前。もうこれじゃ、ん、社外がうなってる。この刑務所ももう終わりだ。おい、社外がうなってるぞ。くそ、撃て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 、今のうちに与えれるダメージ、社外が与えまくれ。社外がうなってる、やばい、生きてる。おお、戦ってる。おお、社外と戦ってるぞ。くそ、いて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 、やるじゃないか。なんだ、くそ、戦ってる。頑張れ頑張れ、社外、社外頑張れ。やばい、リロード。あれ、意外と攻撃してくないな。どうなんどうなるんだこいつは。え、なんだなんだこれ。シャイガイ、シャイガイ、もっと頑張れよ。シャイガイ、俺が助けに行ったんだぞ。どうした？シャイガイ、頑張れ。シャイ、やばい、逃げろ。今たちに逃げろ。おい、逃げろ。待て。おい、逃がさないぞ。追いかけろ。ん？どこに行った？ふ、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 あ、逃がさないぞ。バレバレだ。やーだ、やーだ。お前よくも、うちの都市伝説たちを全員逃がしたな。逃がしたなっていうか。全員もう倒したけど俺。やだ、やだ、逃がして。俺だって都市伝説知らないもん、人間だもん。ねえ。ああ、うるさいうるさいうるさい。わかったわかった、そこまで言うなら。何ですか。一回チャンスをやろうか。チャンス、はい、何ですか。よいしょ、外してと。さあ、お前にチャンスをやる。今から俺が出す都市伝説、そいつに勝てたら見逃してやろう、今回は。え、いいんですか、そうします。ああ、何でもいいですよ。それじゃあ行くぞ、ケナ太郎。誰が来るんだ。行け、ソーランナー。わわわわわわ、シーソーが見てる。行け行け行け。いやー、さあ戦え戦え。おお、避けてる。意外とやるな、お前。こってこい。お前意外とやるな。俺はな、伝説の都市伝説だからな。すごい、攻撃なんて食らわないんだよ。ほっ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 。はい、皆さん、ケトつかめました。すみません、助けてください。すみません、待て待て、刑務所のガラクラ、これ刑務所帰る。おい、刑務所入れ。外都市伝説怖い、外都市伝説怖い、刑務所帰る。入りました。よくも脱獄してくれたな、こんな刑務所ボロボロにして。まあでもこれぐらいあれば大丈夫だろう。はい、すみません。じゃあここでおとなしくしろよ。はい、これ開始解説ですね。わかりました。あ、他の都市伝説いなくなったが、今日から俺がお前のことをつきっきりで見てやるよ。よろしくお願いします。じゃあな。皆さん、ダイナマイトもなくなって、都市伝説作戦も失敗して、俺はここから逃げられなくなりました。あ、なんだこれ、穴が開いてる。これ登れないかな、うまくやったら。お、登れろ。ほっ、くそ、手が届かない。うわ、こっから寝れるぞ普通に。なんか掴めるもの、掴めるもの。つかめた、つかめた。これをここに置いて、で、これ乗って、よっ、よっ、はっ。え、ほら、皆さん、脱獄の予感、監視を来てないよね。脱獄していい、これ、脱獄していいの、脱獄するよ、しちゃっていいの、これ。せーの、ほっ、よりゃー。え、出れた。でも、わかんない、なんかこの外に変な都市伝説トラップとか用意してるかもしれないから、こうやって慎重に進んで、慎重に進んで、よいしょ。監視何してんだろう、あれ絶対キャラ性だもんな、だって。え、寝てる。私寝てるぞ、すごいところ寝てるじゃん、さすが都市伝説。あ、武器見っけ、ケナ太郎の服、めっちゃ色んなのあるじゃん。シャイガイスポーンエッグ、ピラミッドヘッドスポーンエッグ。え、この監視長、これを使ってスポーンさせてたのか。はいはいはい、なるほどね。ってことで皆さん、脱獄には成功したんですけど、最後にこの監視長を懲らしめるために、こいつらをこの小屋に出したいと思います。元大統領です。このシャイガイたちを全員出します。シャイガイ、じゃあな、監視長。おい、お前は地獄で後悔しろ。なんだなんだこの音、なんだこの音、なんだこの音。ほら、なんでここに投資伝説モブが。嘘だろお前ら。おい、うららららららら、あ、倒せた。おいおい、お前か、お前が犯人だな。
はい、おい、よくもやってくれたな。ほら、はい、はい、よいしょ。おい、おとなしくここでな、はい、もう一生ここで暮らすがいい。わかったか。はい、すみませんでした。今回は失敗です。くそ。よし、なんだ今度。うん、くそ、よいしょ。なんか脱獄して、おい、いや、おい、脱獄すんな。おい、いるぞ後ろ。まあ、こんな都市伝説刑務所、いやら、シャイが生きてる、シャイが生きてる。うわー、ちょ、待て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 。え、俺どこ来てんの。うわー、回収、回収、うわー。